右足でした安藤、打てませんでした。さあ今度は清水カウンター、5対4二塁、ミドルシュート、ゴラッソ、素晴らしい二塁、今日2点目、清水勝ち越し。これですよ、食いついたらパスを出されるし、ここら辺の判断はさすがですね。ドリブルのコース取りと、やはり少しちょっとねアウトサイドでずらして、膝から下の振りでちょっと振り抜いた感じですかね。あまり力まずちょっとこう巻いた感じで、これは取れない、うん、お見事です。素晴らしいコースでした。